高岡コロッケ、高岡コロッケは富山県高岡市で販売されているご当地コロッケである。高岡市がコロッケ消費量が全国有数であることからコロッケで高岡のイメージアップを図ろうと2004年に高岡市役所の若手職員の有志が運営するホームページカラー高岡で紹介した。さらにホテルニューオータニ高岡が新作コロッケを作るなどして 次第に盛り上がりを見せ、2008年6月に、高岡市、高岡商工会議所、富山新聞社などで、高岡コロッケ実行委員会が発足した。同じくコロッケで町おこしを進める龍ヶ崎市、三島市と共に、三コロ会を結成し、交流を深めている。イメージキャラクターとして、高岡出身の漫画家藤子、F、藤尾の漫画、キテレツ大百科のキャラクター。 コロスケを起用している。かつて IB リーグへ加盟していたことがあったが、高岡市と富山新聞社が主催した B 級グルメイベントにおいて、B-1 グランプリ出場のご当地グルメの偽物を販売したために、他の団体とのトラブルが発生し、B-1 グランプリに参加することなく大会した。2013年11月3日に、 茨城県龍ヶ崎市で開催された第1回全国コロッケフェスティバルに新作のコロッケで参加し来場者による人気投票で1位を獲得した。ありがとうございます。